はいどうも皆さん、今年も1年間本当に本当にありがとうございましたという動画です。ありがとうございました。今年平成27年もあと数時間で終わりですね。今年もいろんなことがたくさんありました。いいこともあったしいいことたくさんあって、ちょっとだけまあいろいろ考えるようなこともあって、なんだメガネがさっきちょっと落っことしちゃったんですよ。なのでこれ傷がこれついちゃったのかなっていう、まあ最後の最後にこうねメガネが傷つくということもありましたけれども、まあ全体的にこう考えると捉えると、まあ僕としては与論山学校木島春樹としてはいいことがいっぱいの1年でした。皆さんのおかげで楽しかったこともたくさんありました。舞台もね大成功で2回やりましたし、両方ともいろんな人に会えたね。本当に楽しかった、本当に良かった。でいろんなプレゼントもたくさんいただきました。本当にありがとうございました。あでですよ、報告というか発表まず一つまずあります。これ忘れてはいけないですね。僕にとってはそんなに大したことではなくて、どうでもいいようなことだったんですけども、そんなに大したことではなかったんですけれども、皆さんが知りたい知りたい、 お前木島どうなってんだというようなお問い合わせやら苦情やらがたくさんありましたので、まあ、ちょっとご説明させていただきますと、確かね4月だったと思うんですよ。4月ぐらいの動画で天丼とカツ丼を両方一気に食べてるような、前の先生たくさんぶっかけながら食べてた動画のことを皆さんおっしゃってるんだと思うんですけれども、木島がダイエット宣言をしたぞと、いよいよダイエット宣言をしたよっていう、あのことはどうなってんですかっていうことだと思うんですけど、まあ僕としてはですよ、そんなね、これ食べるチャンネルですので、ダイエット今何キロで何キロ減りましたみたいな、20キロ痩せますみたいなことをやるつもりではなかったので、まあそんな大ごとにはならないというか、大ごとに考えてなかったんですけれども、まあ見る人によってはそういうふうに捉えられても仕方ない動画だったのかなというふうに思ったりもしている、その動画の件で、まあ一応年内年の最後には、まあ、ちょっと変わってるんじゃないかなっていうふうに見えると思いますよ、楽しみにしててくださいねっていう内容を僕は話してましたから、それが今日のこれです。まあほとんどわからないでしょうね。たまに実際に会う人だと、あれ木島ちょっと変わったというような話をこうされるんですけども、実際に本当のところを言いますと、大体115キロぐらいじゃないかなと思ってたんですね。大体こう話してて体感的には、実際にじゃあちょっとずつなんかやっちゃおうかなっていうことで体重を実際に測りましたところ、118キロ今年の年の初めにはですね、4月とかそこら辺にはあったわけです。で今実際のところの体重が108キロです。ちょっとずつね、本当のダイエットじゃないですから、ちょっとずつまあまあね、こう体作りしていけたらいいなというふうにこうやってきたわけですけれども、まあこんなことを言ったとしてもですよ、僕が実際体重計に乗って見せてるとか、何かねウエスト測ってこう 何メートルじゃない何センチですとかやってるわけじゃないですから、まあまた嘘言ってんじゃないかというふうになったとしても、まあそれはそれでいいのかなというふうに僕は思っております。ね、誰かのためにやってるわけじゃなくて、こう自分のこう健康ですとか、まあ、今後の活動とかいろいろ考えた上での、肉体作りを少しずつやっていこうか作戦だったわけですから、まあ嘘だというふうに、また的なこと言ってるふうにっていうふうに思ったとしても、なったとしても、まあいいでしょうということにしておいて、一応そういった感じの結果を少しずつですが出し続けることができた、まあ、肉体的なことはですね、1年でした。まあ本当にね、いろんな楽しいこともあって、これね僕ね LINE がちょっと登録者のしてくださってる方の人数もこれもう一気に伸びましたよ。本当に一気にこう右肩上がりでバンバン伸びた、本当にありがとうございます。再生していただいてる再生回数も1日たったもうね何回だったのか、もう今ではこんな回数にもなりましたし、まだまだもういろんなやりたいこともたくさんあります。来年楽しみだね。来年再来年ともさらにもどんどん楽しみなことがたくさんできました。話が長くなってしまいました。もう何分ぐらい経ったんでしょう。10分ぐらい10分はいくらなんでも経ってないですね。まあ今年1年間本当に皆さんありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。とっても美味しかったです。来年もぜひとも与論山学校木島春樹を引き続き、よろしくお願いいたします。それではまた
です。良いお年をお迎えください。年越しそばこう食べてね。で今年明けうどんっていうのがあるらしいから、年明けたら今度はうどんを食べるとなんかいいらしいですよ。で2月になったら恵方巻き、もう楽しい美味しいことがたくさん続きます。それでは。